皆さんこんにちは、原神解説チャンネルのミオです。アシスタントのハルカです。今回は、原神キャラのあだ名について解説していこうと思うよ。非常食、みたいな。そうそう、初期のストーリーで、旅人がパイモンを紹介するときに、非常食だ、という選択肢があったことから、定着したあだ名だよな。その後もちょいちょい、非常食いじりがあるよね。パイモンは、雑に扱うほどいいからな。こんな感じで、あだ名を付けられているキャラって、結構いるんだよね。今回は、そんなキャラたちを、10人、紹介していこうと思うぞ。パイモンバリに、変なセンスのあだ名はあるかな。それじゃあ早速行ってみよう。星と紙面を目指せ。まず最初に紹介するのは、タルタリアだよ。彼のあだ名は、皆さんご存知、財布だ。あの有名なシーンは、すごく印象的だったからな。知らない人や、忘れてしまった人のために、簡単に説明しておこう。亡くなった神を送る葬儀、葬戦儀式の供物を買うために、旅人と、勝利が、とある店を訪れる。でも勝利は、物の値段を見ずに、どんどん買い物を進めてしまうから、旅人は、支払いに困ってしまうんだよね。それが、勝利先生の可愛いところ。そこで、颯爽と現れたのが、タルタリアだよ。彼は突然現れるや否や、あの名台詞を言い放つんだ。俺が払うよ。そう、これによって彼は、財布と呼ばれるようになったんだよね。主人公と敵対する組織の幹部で、戦闘狂でもある、タルタリアのこのシュールな姿には、多くのプレイヤーが驚かされたよ。さらに、その後の魔人任務や、伝説任務にて、旅人は、タルタリアに、二度も高額なモラをもらう場面が描かれるんだよね。何かと金で解決しがちなタルタリア、さすがは、執行官第11位の、財布タルタリアだわ。おい、あんまり言いすぎると、ファズエに消されてしまうぞ。次に紹介するのは、執行官第11位、財布タルタリアを、財布たらしめている存在、勝利先生のあだ名を、紹介するよ。ミオもしっかりいじってるじゃない。勝利シールドを手に入れた今や、ファズエなんて、いくら束になってきても問題ないからな。く、勝利を持っている旅人は、余裕に溢れているわ。そんな勝利のあだ名は、紐。タルタリアをはじめ、いろいろな人に金を払わせている姿から、このように呼ばれることがあるんだよね。ある時は、タルタリアに払わせ、またある時は、王城堂宛ての請求書をつけさせる、モラクスの名が泣いているわ。本当にそうだね。テイワットの通貨、モラは、モラクス、勝利の名前から来ていて、彼は、モラを生み出した存在なんだよな。このことからモラクスは、富の神、と呼ばれることもあるんだ。そんな人がどうして、紐なんだ。また、勝利はかつて、高級ピッケル、というあだ名で、呼ばれていたんだけど知っているかな？え、それは初めて聞いたわ。はるかが原神を始めたのは、最近だもんな。実は昔、勝利が実装されたばかりの頃は、あまり、強いとは言えない性能をしていたんだよね。今は、あんなに頼もしいキャラなのに。うん、当時は、同じくシールドキャラの、ディオナの方が高性能だ、と言われるほどだったんだよね。それで、星5キャラなのに、星4キャラ以下の性能。でも、鉱石は掘れるということで、高級ピッケル、というあだ名で呼ばれることに。なるほど、すごく、皮肉を込めたあだ名だったんだね。まあ、その後調整されて、結局、とんでもない性能を持つキャラになったわけだから、今では、そう呼ぶ人は、ほとんどいないんだけどね。元、高級ピッケルってことだね。続いて紹介するのはこちら、引きこもりこと、雷電将軍だよ。引きこもり、これは、雷電将軍というか、雷電 A のことだね。その通りだね。これは、雷電 A が、国のことを、すべて人形、雷電将軍に任せていて、本人は、一心浄土、精神世界に、引きこもっていたことから付けられたあだ名だよな。本当に文字通り、引きこもっていたからな。A は、長い年月を生きる神、自身の精神の摩耗を抑えるために、一心浄土へ、引きこもったんだったよね。自分なりに、稲妻を思っての、行動だったとはいえ、A が引きこもったことによって、いろいろと、大変なことが起こったからね。高級ピッケルと同じ、ちょっと、不名誉なあだ名になっているね。続いて紹介するのも、七神のキャラクター、ナヒーダのあだ名を、紹介するよ。ナヒーダといえば、スメールの神、比較的、最近登場したキャラなのに、もう、あだ名がついているんだ。そうそう、ナヒーダは、トイレの神様、というあだ名がついているんだよね。なんでトイレ？これは、ナヒーダが、魔人任務で放ったセリフが、関係しているんだよね。ナヒーダは、大きな問題を解決した旅人に対して、トイレにでも行けばいいわ、という言葉をかけたんだ。そういえば、そんなセリフがあった気がするわ。
人は、トイレに行った後って、すっきりした気分になるよな。ナヒーダも、そのことを認識していて、大事を成した旅人に、気分転換にでも言ってくれば的な意味合いで、このセリフを言ったんだよね。言い回しが独特すぎるぞ。インパクト抜群だよな。さらに、ナヒーダにはもう一つ、ナヒーダママ、というあだ名もついているんだ。ママって、あのママ?うん、ナヒーダと、スカラマシュの関係を見て、ナヒーダに、母性を感じるプレイヤーが多いんだよね。慈愛に満ちたナヒーダはもちろんのこと、スカラマシュの、反抗的な態度が、まるで、反抗期の息子みたいに見えてくるぞ。あ、確かに、これは、結構秀逸かもしれないわ。ここまで、七神の紹介が続いているけど、この流れだと、風神ウェンテにもあだ名がありそうだね。察しがいいな。というか、ウェンテは、ことあるごとに、あだ名で呼ばれているだろ?え?そうだっけ?おい、金融野郎。あ、本当だ。非常食が、たびたびそうやって呼んでいたわね。めちゃくちゃナチュラルに、いじってくるな。そう、これは、非常食こと、パイモンが命名した、あだ名なんだよな。そういえば、ウェンティって、ウェンティの名前で呼ばれること、ほとんどないよね。パイモンの、金融野郎が、秀逸すぎたのかな?そう言われれば、確かに聞いた記憶がないな。パイモンのあだ名や、ウェンティ自身が、あまり、ウェンティと名乗らないってことも、影響しているのかもしれないな。続いて紹介するのは、カンウのあだ名だよ。彼女は、ココナッツ羊、というあだ名があるんだよね。ココナッツ羊?全然馴染みのない言葉なんだけど。それもそのはず。ココナッツ羊は、ナナが間違えて言った、いわば、造語だからね。魔人任務で、不牧炉を訪れると、ナナが、ココナッツ羊を求めていたので、手伝うことになるんだ。そんな名前の動物を知らない旅人たちは、ナナにその特徴を聞き、ハンセンの羊、という情報だけを頼りに、探しに出るんだよね。そっか、ナナは、記憶が曖昧だから。そうそう。そして、結果的には、ナナが求めていたのは、ココナッツミルクだったんだよね。ミルクは、羊から取れることから、ココナッツミルクは、ココナッツ羊という、特別な個体、ハンセンから取れるものだと、勘違いしていたんだ。かわいすぎる。でも、なんでそれがカンウに?ハンセンの羊、というワードから、ハンセンのキリンである、カンウを連想した旅人が、多かったんだろうね。そして、ミルクというワードから連想されるのは、カンウの立派な尾。言わせねえよ。でも、なるほどね。由来がよくわかったわ。続いて紹介するのは、ガイアのあだ名だ。ガイアって、何かとネタにされがちなキャラだし、きっと、変なあだ名がついているんだろうな。それがこちら、トロウとカイシンくんだよ。まさかのかっこいいやつが来た。漢字ばかりで混乱しそうだけど、要するに、これはどういう意味なの?要は、海を凍らせて渡れるすごいやつ、みたいな意味だよ。ガイアの元素スキルといえば、海を渡るのに適した仕様になっているよな。なるほどね。ガイアのスキルは、元素の付着性能に優れていて、氷が溶ける前に、クールタイムが明けるので、うまく操作すれば、半永久的に、海を渡ることができるんだよね。その通り、リリース当初は、ガイアにしかできないゲートとして、すごく、重宝されていたんだけど、実は、現在のガイアは、元、トロウとカイシンくんと言わざるを得ない状況になっているんだよね。あのキャラの登場だよね。そう、神里綾香の実装によって、完全に、お株を奪われる形になってしまったんだよね。特殊なダッシュで、海を快適に渡れるかつ、通常攻撃、スキルともに、氷元素攻撃ができるから。この、海渡りという点では、ガイアの上位互換のような、性能になってしまったんだ。不憫なガイア。次は、新、トロウとカイシンくんこと、神里綾香の、あだ名を紹介するよ。ガイアから、一つのアイデンティティを奪っておきながら、さらに、もう一つのあだ名をもらっているのか。うん、それが、激重怪文書だよ。激、なんて?激重怪文書だ。これは、綾香の誕生日に届く、手紙の内容が、大きく関わっているんだよね。それがこれなんだけど、別れてからも、時折あなたのことを思い出します。もしよろしければ今宵、桜の下でお会いできませんか?待ち合わせ場所が、曖昧すぎるぞ。稲妻に、桜の木が何本あると思っているんだ。はるか、そこじゃないぞ。あ、ごめんなさい。確かに、これは、重めの愛を感じるわ。そして、次の年の手紙がこちら。激重怪文書、今日一納得のあだ名かもしれないわ。ちなみに、綾香の激重ムーブは、手紙だけにとどまらず、江戸時代では求婚を意味する、かんざしをプレゼントしたり、白鷺の求愛行動としても知られる、舞を披露したりと、旅人への愛が、溢れ出しているんだ。
子。これは、確かに重いかも。続いて紹介するのは、鹿の院平蔵のあだ名だよ。平蔵にもあだ名があるんだ。他のキャラに比べたら、彼は、結構癖の少ないキャラだと思うけど、一体、どんなあだ名をつけられているのかな？それがこちら、鉄平だよ。まさかの、平蔵には全く関係のない角度から攻めてきたー。そうそう、鹿の院平蔵の、CV を担当している声優さんは、稲妻編で印象的だった NPC、鉄平を演じていた方なんだよね。鉄平といえば、稲妻幕府の、メガリレーに抵抗する兵士として登場した、向上心にあふれる人物だったよな。なんだか、憎めないやつで、すごく印象に残っているわ。最終的には、ファデュイが持ち込んだ、神の目の模造品、ジャガンの副作用によって、命を落とすことになった、悲しいキャラ。後に、鹿の院平蔵の CV が発表されると、鉄平が転生した、として、一部ファンの間で、大きな盛り上がりを見せたんだよね。鉄平。ここまでは、プレイアブルキャラのあだ名を、紹介してきたんだけど、NPC でも、あだ名で呼ばれているキャラがいるんだよね。さっきの鉄平もそうだけど、すごく印象的だった NPC や、なぜか愛されている NPC が結構いるもんね。そうそう。そんな中でも、個人的に気に入っている NPC を、紹介させてもらうよ。誰かな誰かな。みんな大好き、ジャマイオスだよ。みんな大嫌い、の間違いでは。知らない人のために、説明しておこう。ジャマイオスは、モンドの合成台近くに立っている、NPC なんだけど、この、立ち位置の弊害で、合成台を使いたいのにジャマイオスに話しかけてしまう、という事案が、頻発したんだよね。それで、ジャマイオスって呼ばれるくらいだから、当時は、相当邪魔だったんだろうな。そうそう、あまりに、修正を求める声が多かったのか、公式が対応し、現在では、ジャマイオスに話しかけると、一番上に、合成台を使ってもいい？という選択肢が追加されたんだよね。これによって、ジャマイオスに間違って話しかけたとしても、スムーズに、合成台の使用画面に映ることができるようになったんだ。ジャマイオスと、合成台が、合成されてしまったわけだ。うまいこと言うな。これによって、ジャマイオスは、過去のものになり、ストレスが減った一方で、なぜか、寂しさを覚えるプレイヤーも、現れたんだよね。なぜ？じゃあ、ジャマイオスはネタにされながらも、なんだかんだで、愛されるキャラクターだったんだね。うん。でもまあ、間違えて話しかけることの、ストレスはあるから、今でも邪魔なのは間違いないんだけどな。ジャマイオスは永久なり。今回紹介した以外にも、あだ名をつけられているキャラは、たくさんいるよ。皆さんが気に入っている、あだ名があったら、ぜひコメント欄で教えてください。あなたのコメントをお待ちしています。このチャンネルではこれからも、原神が、もっと楽しくなるような、動画を投稿していきます。動画を楽しんでいただけた方は、画面下の登録ボタンを押して、チャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。ここまで見てくれて本当にありがとう。概要欄にはおすすめ動画や再生リストがあるから、よかったら見てみてね。本当にここまでご視聴いただき、ありがとうございました。